横浜 F ・マリノスからスイス一部セルベット FC へ期限付き移籍していた FW ・西村拓真は、現地時間6月19日にセルベットが買取オプションを行使しないことが発表された。西村は2018年夏にベガルタ仙台からクスカ・モスクワ、ロシア、A 席。20年にポルティモネンセ、ポルトガル、A 籍したものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、仙台へ復帰した。 その後、移籍した横浜 FM では22年のリーグ優勝に大きく貢献し、第二次森保ジャパンではウルグアイ戦1、1-1でファーストゴールも記録した。今年1月、西村はセルベットへ買取オプション付きの期限付き移籍をしたが、その期限は6月30日で満了を迎える。公式戦17試合に出場して4得点を記録したが、約10日後の契約満了を前にクラブは、 西村拓真のレンタルに伴う買取オプションは行使されない。西村は日本の横浜 FM に戻る。クラブは、その献身とチームで過ごした時間に感謝すると公式サイトで声明を発表している。6月19日には、日発三沢球技場で、U から23日本代表 MF 藤田ジョールチマラと横浜 FM とサンフレッチェ広島の一戦をスタンドから観戦していた西村だが、 2度目の欧州朝鮮はこのまま幕引きとなるのだろうか。